広沢さんも同じグループなのよ、うん、この言いたいこと言う仲いいですもん、広沢さんめっちゃ面白いですもんね、グループやらせたらもうどこにブンブンめちゃくちゃ面白いですまあそう野球の戻すとさ、その俺オチさんに、うん、どうしても勝弘もちろん打てないんだけど、うん、どうやってオチさんだけが打ってたイメージがあるの、うんうんうん、でどうやって打ってんですかって言ったら、あの人あんま教えてくれないんだけど、あのフォークと思ってんだろって、はい、カーブと思えって、そしたら打てるからって言って、うん、次当たったの、うん、全然フォークだった全然フォークだったでも落合さん打たれてるのでもほとんど僕あの真っ直ぐです。あ、そう、はい、フォークはさよなら人の時フォークをなんかポーンって拾われたの1本覚えてるの1本ぐらいですね。あと全部ほとんど真っ直ぐだと思います。それはやっぱ風色真っ直ぐで勝負したかった。そうだろうな、そんな感じはあった、見てて、はい、くれーみたいな、はい、分かっても。だからあの落合さんがそのはその真っ直ぐを打ち損じしない、はあ、うん、甘い来た真っ直ぐだけど打ち損じしなかったっていうのがあったからだと思いますね、はあ、はい、松井秀喜がさバリバリ出だしからバリバリの時も俺、はい、一緒にもゴチさんもやってたしもちろん戦ってるけど、はい、俺は打ったの見たことない。まずい、日本ぐらいしか打たれてないんですか。そうでしょ、ポテンヒットみたいなのその時に思ったけど、あ、松井秀喜という人がメジャー行ってやれるのかどうかはこの佐々木勝弘を打てるかどうかみたいなとこは思って見てたね。いや、松井は、ね、頑固です。あ、そう、うん、あの待ち球をずっと追い込まれるのでは待ちますね。待つんだ、あれ、うん、だからよく茂と言ってたのはとりあえず初球ボールで入ろう、まっすぐだボールでないのかフォークでないのか、うん、その対応を見たときに、うん、あの分かるんで。あ、そう、はい、それずっと待ち続けるんですよ。あ、そうなんだ、はい、それはね身内でも分かんなかった、はい、そういう待つ、やっぱこの感覚しか分かんないですね、それは。はあ、ただ簡単に止まらないまっすぐポーンと見送るしっていうのはもうフォーク絶対打ったろうと思ってるもうタイミングが、はあ、じゃあもうまず様子見てみますね。大体ボールで入りますね、が外のまっすぐで入って、はあ、その対応を見てます。でもさ、そのどんな球持ってる人でも俺らからしたらピッチャーの佐々木勝弘という人だから、俺負けてる時とか大体行くじゃないですか、うん、俺隠れてんのよ、うん、打率が下がるから勝弘の時行けって言われると、うん、だけどそのピッチャーも怖がってるとじゃバッターのことどういう気持ちでその大魔神って言われても怖さとかはあったの、マウンド立つっていうのはピッチャーってどうなの。相手にですか。相手に対して、うわ、ないっすね。もうやっぱなかった、はい、本当大魔神だったもんな。パックスクリーンよりでかかったよ。それないですよ。僕からホームランやってるじゃないですか。監督者もらってるじゃないですか。村監督者もらってるじゃないですか。あっちもすごく使っちゃった。本当ですよ。奢ってくれるって言ったのに奢ってもらってないですよ。ここの店って使ってないから。そうだよ。だけど、いや、あれは打てないよとか、カズイロの球は。やっぱ怖いくさがなかったんだもん。俺、これは見ろ。まあでも、そうやって調子悪くても、逆にそれを見せないと、大体調子いい時なんてほとんどないですよ。言ってて。そうなの？全然ないです。調子いい時ほど出番ないです。あ、今日調子いけんなと思った時ほど、はい、勝ちすぎてるか、はい、負けちゃってるか。そうです。だからリリーフやってるピッチャーだったらほとんどそうじゃないですか。へえ、はい。そうなんだね。フォーク全然落ちにときましてで、シゲにお前任せたぞリードでって言ったりとかしてましたね。はい、あ、そう。はい、和弘が頑張ってさ、抑えの人たちの年俸、だって一番もらってなかったっけ、はいはい、年俸。そうです。抑えでとか、はい、12球団で。12球団で。はいはい。もらってました。あれ頑張っで、みんなが今上がってんじゃないの。そう、僕と森田が本当頑張ったんですよ。森田が、うん、森田も1億円近くまで行きました。行った、はい、8回なのに、はい、俺ね、森田は好きだったの、シュートいい、はい、えぐいっすよ。いや、森、はい、あれ落合さん打てないっすわ怖がりだっけ怖がりだったし、あの、森田平気で行くんであの、いや、抜けたんですよって言って、本当狙ってますからね森田はね、気も詰まってる。あれファームでも当たった。俺インコースしか打てなかったから、うん、ロリタは好きだったけど、うん、打たれても来るんだろ、シュート。ジャイアンツ戦によく多かったんですよ、乱闘とか。森田は先発の時かな、ジャイアンツ戦で先発やってて、2球かな、当てたんですよね。頭に先発やって、で、退場に立って、で次、6回ぐらいこの五十嵐が当てたんですよ、ね。うん、スポットあれ、そう、フォークのスポットできないんですよ。6回かな、なんかスポットでなんか頭にまた当たって、うん、それ乱闘になったんですよ。うん、したときに、おい、また6回だ、どうするって言ったときに、いいよ、俺行くよっつって、もう6回途中から来ましたからね。あ、そうなの、はい、もうこれ押さえるの俺しかいないでしょっつって。もう空気も。空気も、そのうちが2人退場になって、
なんだか、いや、6回からいますよっつって、それ一番覚えてますね。男気で行っちゃったんだ。行っちゃったですね。再任取ってあげましたね。ピタッと押さえてありました。やってやった。やってやった。ほらでも、すごいよな。あの子、あの当時で5億だもんな。ゴロ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 。5億ですね。すごいね。1億のお金って残んないけど、5億っての残るでしょ。いやー。税金半分以上払ってる。だって税金 65% でしょ。まあそうだっけ。はい。だってこのどういう生活だ。いや5億もらうピッチャーって、いやもう生活も何も普通使ったって飲み行くしあスポンサー持たずにね、うん、そうそうそう、自分の金で、自分の金で飲みたい人なんで、豪快に行く噂は聞いてる。はい、人にごつになると遠慮したんでただご飯とかで行っても頼みたいんだ、これ食いたいんだって、ウニ食いたいけど結構遠慮するタイプなんですそういうとこは親の教育なんで。なるほど。アメリカ行ったことありますよ。メジャー。はい、メジャーは、昔からメジャーって思いあった俺らは。ありました。あの、西米球一番最初出た時、あ、面白いなと思って、パンチョさんと仲良かったんで、かわいがってもらってたんで、パンチョさんに。で、ずっとアメリカの話聞いてて、うん、で、お前行こう、行こうよって、アメリカ行こうよってずっと言われてました。あ、それでやっぱ。だから僕も、ノムが行くちょっと前ぐらいからアメリカ行きたいって言い出したんですよ。うん、はい。そのあの時、あの当時の生き方はどういう生き方があったの。設定もう自由契約しかなかったです。もう海外 FA とかもなかったでしょ。ないないです、ないです。 FA もなかったです。 FA もなかったんだ。 FA もないし、自由契約だけです。はい、だ今みたいにポスティングなんてないし、はい、ありがたいですよ今27歳で行けんの。羨ましいですよ本当に。行きたかったわすごい金額金額だし。いやあの時はね、そんな僕も行ってに次の契約の時はチームで一番もらってましたからね。マリナーズで、はい、あれでも10億くらいですからね。すごいんだ。その10億ってさ、まだローンが残ってる俺なんだけど、ちょっともらえない。ローンは僕一切ないですね。あ、ないです4000万とか5000万ならくれんじゃないかと思ってさ、大谷さんに頼んだら、あ、いいっす、あげましょうか言いそうですけどね10億とかっていう、まあでも、うん、それだけの球だったよ。だから大谷の選手のホームランもそうだし、うん、いや、大谷はね、もうね、一番嫌なのが、評論してくれって言うのが一番嫌ですよ。評論しようないんですよ。本当に。もうね、うん、で、ピッチャーだったらちょっとできるけどね。ピッチャーだったらまだほら、いろいろあるんで。確かに。バッターなんて、なんであんな打てんすかって。知らんわ、こんな選手いないわ。アメリカでもいないわ。いないから、あんな飛ばすやつ。だからもうね、俺思ってんだろ、科学者が科学でこう、科学って何って言われたら、うん、なんでこんなちっちゃい人が 130m 飛ばせんだろうみたいなのからスタートらしい。大谷、日本人はあんなにやれるって言われてなかったんだよ、スポーツ医学は、うんうんうん、だからもう科学者しか分かんないんだよあれ。理解できないでしょあの飛び方。飛び方はね、あのこの間打った何号かの左中間のもあれ横浜で場外行ってるよあれ。いや本当ですよ。だからあれだけのスピードで出せるっていうのも190出るわけでしょえ、カズイロがでもアメリカ行った時だって、俺一年アメリカ行ってたけど、うん、とてもメジャーでその抑えであそこまでやれるとかって思いはあったの？いや、ないですよ全然。やっぱしメジャー自信ないです。だからプロ入る時もあるけど、うん、メジャー行く時だって、あの球団からもうお前優勝したからお前の好きにしていいぞって言われたんですよ。そっからなんだ。そっから行きたいとは言ってたけど、うん、だどうしよう、もう30越してるじゃんみたいな30今5億もらってるし、メジャーかー言った時に、まあ、ジャイアンツからちょっと話して、この時に、うん、どうなんだって。ジャイアンツって日本のジャイアンツじゃなくて、日本のジャイアンツです。あ、日本のやつが来たのだって FA もないのに。あ、FA あ、その頃がやっとできたんだ。 FA 取って、で FA でどうしますって言ったら好きにしていいぞって球団から言われたんで、優勝もしたし、優勝したからもうっていう、お前自由にやってくれと、よくやってくれたみたいな、はいはい、なったからどうしろっつって考えた時に、ジャイアンツが話した時に、でもいやこれでジャイアンツ行ったらベイスターズファン裏切るし、そら無理だなと思って、じゃあちょっとアメリカ行くかっつって、でアメリカもしょうがないから行ったんですよ。もうしょうがないというか、まあやってみたい気はあったんで。その時は何、パンチョさんがエージェントとか、パンチョさんもなくなってたんで。あ、なくなってたんだ、はい、そこでやったもんね。まあいろんな知り合いをたどって、あ、そういうものなんだ、はい。例えば代理人を決めるとか、だって僕らの時その時なかったじゃないですか確かにダン野村さんとかさ、ダンさんがそうですね、野村のとこ行ったんで、あぐらいだったもんね、はい、有名なんで。やっぱそうなんだ、自分でこう
つてを立てる。そう、立てて誰が誰がいいかとか。はあ、手作業だ。そうです。で、自分がじゃあどこだと、どっち、だから東行きたいのか、中行きたい、西行きたいのかっていうのを決めたときに、西の方が行きたいなっていう。で、西海岸強い代理人を探して、うん、で、それで。で、またマリナーズ。そうですね。あれ、イチローはもう行ってたんだ。イチローは僕の後です。1年後です。じゃあさ、もう野茂和弘だね、このメジャーの扉をどんどん開いて。まあ、イラブは行ってて、ちょっと落として。つば入ってほしい。でもね、あいつあんないいやつなのに。俺ね、あいつ本当いいやつだと思う。本当いいやつなの。で、なんであんな悪態つくんだろうって。いや、そんな雰囲気じゃないですよ。ないない、普段いたらもうめちゃくちゃなんかもう本当いい子。いや、でしょ。なんかメディアでなんか嫌になったとかあるんじゃない。そういう人多い。うん。だからこう避けるんですね。だから。僕なんてほらメディア仲いいから、一緒にキャンプ中とかだったら一緒にゴルフ行くのに別に仲良くなっちゃうんだ。どうぞ、マグリが行った時に、その仲いいんですよ。でゴルフスタートマスコミで撮ってもらって、で、じゃあ何時に終わるさ、練習終わるさって、スタート1時半だとかって行くんですよ。そうすると、あの僕が行った時はイチローがいたんで、イチローがなかなか出てこないんですよ。そうするとスタート間に合わないんですよ。イチロー来るまで撮んなきゃいけないから、イチロー呼びに行った。お前スタートあるから喋れって。一郎はどんな子だったの？あの